概要のお時間やってまいりました。パチ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 。本日は、9月の15日となっておりますね。木曜日です。沖縄は晴れでございますね。今日も1時間たっぷりゆるくやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。では早速、僕のスケジュールから行っていこうと思いますが、本日は、新都心にあるパイカジ本店さん7時から、10時までいますのでね、遊びに来てください。スピーカー音が聞こえないな。はい、で明日から台湾行きますね。朝5時に出発なんですけども、飛行機飛びますかね。はい、あれ、あ、聞こえた聞こえた。はい、で明日から、月曜日まで台湾に行ってまいります。交流会、世界の交流会ということでですね、日本代表として、僕たちが行きます。もちろん師匠と、そのお弟子、僕の兄弟弟子にもなる山ちゃん、そして、国吉ミーナ、そして親泊まり愛、この5名で、行ってきますね。沖縄代表として日本代表として行きますのでね、恥のないように頑張っていきたいと思いますので、台湾旅行行くよという方はね、ぜひとも遊びに来てください。台中の方でございます。ホームページなどね、いろいろググったら出てくるのかな思います。見てみてください。ただ心配なのがちょっとね、風が強いですね。台風が来そうです。まあ多分大丈夫だと思うんですけどもね、行き帰りも。まあね、てるてる坊主作って、はい、台風を吹き飛ばしてね、行ってまいりますのでね、応援よろしくお願いいたします。そして火曜日が、パイカジ本店さん、そして21日パイカジ本店さん、そして22日春分の日ですね、パイカジ本店さんとなっております。まあ1週間こういう感じですね。でまた金曜日、その次の日の金曜日、北大東と行ってきます。充実してますね。まあこういう感じで1泊2日北大東初めての北大東と行ってきますのでね、ぜひともね、告知の方もよろしくお願いします。まあこういう感じですね。ちょっと先週までですね、すごくパタパタしていて、ね、楽しかったんですけども、先週の金曜日ね、京都、初京都ね、ライブをやってまいりました。久保町さんのところでですね、やってきて、ほぼ満席にしていただいたお客様ね、知り合い、本当にありがとうございましたね。もうほとんどトークもなく、歌がメインで終わってしまったんですけどもね、もうちょっとトークも入れといた方が良かったかなとかね、いろいろまた考えさせられましたね。ちょっと慌ててやっちゃったかなっていうのもあるんですけども、まあたっぷりね、僕の歌聞くことができたと思いますし、歌えたのでね、まあそこはまた、楽しかったですね。忙しかったけど楽しかったですね。休憩もほぼ入れずに頑張ってまいりました。そしてね、10日結婚式ね、僕の友達の村ちゃんね、おめでとうございます。フルネームは言わないでおきましょうね。非常に
綺麗な結婚式場で、ビンゴゲームでね、ダンブルギーニも当たったしね、はい、もう置いてきました、重いからね。ね、ちょこっと観光もできて、京都の清水寺さんね、あっち修学旅行で行ったことありましたね。Facebook でもちょこっと載せましたけど、やっぱ若かりし頃ですね、木の棒をですね、ちょっとね、かっこいいなと思ってね、ただ木の棒なんですけどね、2本も買っちゃいましたね。当時はもうどこ行ったか分かんないですね。やっぱね、大人になってからまたこの風情っていうんですか、いろいろね、ああ綺麗な街だなと思いながらね、もう時間もなかったのでね、もうバーって歩いてたんですけどもね、そしたらすごく真剣なね顔で絵を描いてるね画家さんがいて、ねじれ鉢巻きでですね、おすごいなと思って、ちょっとそーっとね後ろから覗き込みました。そしたらですね、すごい綺麗な、本当に綺麗にね描いていてですね、ぜひとも京都の方ね、行ってみてください、多分いると思いますね。でもうこれはね、ぜひともちょっとお話ししたいと思ってですね、おじさんにね聞いたんですね。おじさん綺麗ですねこの絵、ありがとうって言ってくれて、どれぐらいかかってんですか、結構時間かかってんじゃないですかねって言ったら、って話をしながらも、もう絵は見つめてるだけなんですね。もう想像しながらいろんなストーリーがね多分描かれてると思うんですけども、いろんなね、人種の方、差別のないね人種のね絵なども描かれていて、あすごい素敵な絵だなと思いながら、これどれぐらいかかったんですかと、よく聞けよ、これはな25年かかってんじゃん、25年、すごいですね、本当にすごい細かいんですね、もうちょん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 と細かい絵です。本当にこの人が描いたかなって思うぐらいですね、本当に綺麗な絵で立派な絵でした。でもう大体仕上がってるんですよ、もうほとんどもう綺麗な状態です、仕上がってる状態なんですけども、じゃあこのおじさん、この出来上がりってどれぐらいなんですかって、よく聞けよ、あと22年かかるんじゃとかね、え僕も60歳ですね、はい、すごいですね、まだまだ追求していくみたいですね、頑張ってください、僕も頑張りますのでね、そんな京都の旅ね、本当に、ね、久保ちゃんのオーナーのね久保田さんにもねいろいろお世話になって、またね一度もおいでよって言ってくれたりとかしてね、すごくありがたかったです。またね、僕を見に来てくれたね、お客様、友達をねいっぱいね連れてきてくれてね、本当に感謝でいっぱいですね、大阪からも足を運んでくれたりとか、嬉しかった、みんなに助けられたやっぱ日でしたね。まだまだ自分はまだまだですね、やっぱりね、本当に感謝です、ありがとうございました。ね、ここはラジオで、ね、言わせていただきます。では、曲かけていこうかなと思いますが、まずこちらから年中カチャーシーの方からいきましょうかね。こちらの方から、松田和俊さんでグイクヨをいきたいと思います。では、お聴きください、ごいくよ、どうぞ、グイク。
はい、ご育用、ご育用をお届けいたしました松田和人さんでした。で、ですね、そう、京都の話もう少ししようかなと思いますが、でこの、いろいろ清水寺回ってお、ビールも飲みたいなと思いながらね、暑かったんですね。だけどもおビールを飲む暇もなくね、歩いていたら、いろんな方がいるんですね。外国の方もたくさんいましたけども、でそこでずっと歩いていって、ね、カップル、若いねカップルがですね、浴衣をつけて携帯を持ってキョロキョロしてるんですよ。何かなと思ってね、若いから多分ね、言いづらかったんでしょうね。写真を撮ってほしかったんですね。で、僕がそれに気づいてですね、そのカップル、若いカップルをね、写真を撮ってあげて、で、それでもまた、プラプラと歩いていって、で、何ですか、お土産の、お餅、中にあんが入ってるやつ、あれもですね、ちょっと試食しながら歩いたんですけども、そしたらなんか子供がですね、いくつぐらいかな、6歳ぐらいかなの子供、男の子2人が、ね、多分兄弟なのかな、この側溝からこう水が流れてるんですよ。じゃあって、で流れているんだけど、なんか
板がされていて途中で、でそこから水が流れてないんですね。多分そこに穴があって、そこ水を逃がすこの穴があってから、で水が途中から流れてないんですよ。でそれを見た子供が、なんでこっちが流れてないんだみたいな感じで覗き込むんですね。その風景がですね、また可愛くて、お母さんにめっちゃ怒られてるんですけどね、汚いよとかね、ついつい写真撮っちゃいましたね。その投稿もですね、Facebook のでね、また後で上げようと思いますが、楽しみにしていてください。では続いての曲は、焼けのコアデーサー、コアデーサーというね、木があるんですね。京都でも紅葉が綺麗と、言っていましたけども、このコアデーサーの木も葉っぱは赤くなります。だけど紅葉ではないんですね、そういう種類では。焼けのコアデーサー、松田弘和さんでどうぞ。はい、焼けなコアデーサー、お届けいたしました。
そうそうそう。京都の日本酒も少し飲んでね。美味しかったですね。また行きたいな、京都。必ず行きますからね。待っててください。では、続いては、名方、そしてあっちゃめはお届けしてあります。どうぞ、名方。夢丸の父が言いにくいありありめ方よいやわしな。「わびるこまうどんやりのだい」
テテテダナレワルマディン、アッチャベバブロナヤヤヤヤヤヤヤ。はい、名方からあっちゃん名号までお送りいたしました。ではですね、本日の告知などもね、していきたいと思いますのでね、よろしくお願いします。本日、9月の15日木曜日、1時から6時までですね、登記手続き、裁判申し込み立てと、不動産の登記、消費者金融等の多重債務または訴訟や調停などの手続きについて相談したいことはありませんか。沖縄県司法書士会の、司法書士が相談に応じます。相談日当日の午前10時からお電話、お電話番号よろしいでしょうか。 098-836-4910098-836-4910にて、予約受付を行います。もう予約開始してますね。予約済みの方について1時から順番に、面談による相談を開始しますので、那覇中央郵便局1階ロビー西側にあります暮らしの総合行政相談所までお越しください。お越しの際はできる限り、交通機器、バスなどね、タクシーなどで来てください。の電話相談は行っておりませんということなんですね。もうやがてね、始まりますのでね、行ってみてください。そして、こちら、ひまりちゃんに心臓移植、ね、まだまだ、ね、お金足りないのでね、皆さんね、寄付の方、募金の方よろしくお願いいたします。そして、FM2 台よりリスナープレゼントのお知らせ、沖縄民謡保存会第13回、戦勝の祭典が9月25日日曜日午後5時より沖縄市民会館大ホールにて開催されます。そこで沖縄民謡保存会よりチケットのリスナープレゼントがございます。2名ペア券をなんと9組様にプレゼントいたします。応募はメール、ファックスにてお待ちしております。メールアドレスは fm792@fm
www.nirai.jp です。ファックスで応募される方は、ファックス番号 098-926-3208 となっております。件名は、選奨の採点リスナープレゼント係、本文へ番組への感想やリクエスト、名前、住所、連絡先を記入の上お送りください。締め切りは、9月19日となっております。月曜日ですね。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。送りいただいた個人情報はリスナープレゼント、当選連絡、郵便以外の目的に使用することはありません。皆様のご応募お待ちしております。そして父長見大会、9月16日金曜日にございます。場所は嘉手納町ロータリー広場、ね、雨が降った時はロータリープラザ2階ホールにてございます。なんと1000円で、青森飲み放題、そしておつまみ付きということで、それに飲み物、食べ物、持ち込み自由、仲間でご参加くださいということですね。どうぞ、このコンピューターのね、ちっちながみ大会ね、台風それてくれてればいいですけどね、月が見れると思いますのでね。まあ、こういう感じですね、告知。ではですね、告知はここら辺になってますが、メールが来ております。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。はい、メール、これはいつのかな。よいしょ。コーチ和明様、今日は会社の健康診断の日でした。胃の検査でバリウムを飲みました。まずかったです。僕もまだ飲んだことないんだよね。どうなんですかね。一応白いのやつでなんかゲップをしちゃいけないっていうのは聞いたことありますけど、詳しくはまだ分かりませんが、どこも悪くないとのことでした。よかったです。健康にここまで来れて親に感謝です。もしよろしければ「あんまありがとう」をリクエストお願いできますか。よろしくお願いします。ペンネームヨンナーさんより。ありがとうございます。そうですね、まあ、自分の健康は自分でしかね、管理できないし、ね、健康な体にしてくれたのも親の、ね、おかげだと思います。僕ももうちょっと痩せないといけないんですけどね。ちょっとお酒もね、控えめにしないといけないんですけど。僕も、もうちょっと体調管理、よくしていきます。じゃあ、そんなね、リクエストから、いきましょうかね。あんまありがとう。よし。久々に歌いますね、ラジオでは。できるかな。はい、じゃあ、オリジナル曲から、あんまありがとう、行ってみてください。
死ぬ気で産んでくれた私はとても小さく生まれた。嬉しい涙を流しては優しく抱き上げました。小さな私はいつもあなたを困らせ苦労をかけて見送るあなたの足にしがみつき泣いて離れなかった。あんまありがとう産んでくれて、あんまありがとう育ててくれて、あんまありがとう心から、あんまありがとういつまでも。あなたは私だけじゃなく多くの人を幸せにした。たくさんの人に好かれていた。その時私は知らなかった。もう何十年たったのですか、思い出もあまりないけれど、私はずっとずっと忘れないあなたのあの笑顔だけは。あんまありがとう産んでくれて、あんまありがとう育ててくれて、あんまありがとう心から、あんまありがとういつまでも。あんまありがとう産んでくれて、あんまありがとう育ててくれて、あんまありがとう心から、あんまありがとういつまでも。お母さんありがとう永遠に。Thank you.
はい、ヨナさんどうでしたでしょうか。あんまありがとう、リクエストありがとうございます。ではあと1曲いきましょうかね。これいきましょう。酒場暮らし、では酒場暮らしお聴きください。サビサビと飲み明かす夜や、カニンチリなさや、冬のやファン、散りなさん乾き、寂しさんまさき、ありがうむかじぬ、みのさがき、かじたよいちきば、なまやくんちゃんの、へんとなのうらの、さかばぐらし、たとちんいすじたずにらなやしがかたきじよならんわがみやてる、恨みてんちゃすが、やきろとんちゃすが、ありにしあわしよ、あらちたぼり、酒場暮らしお届けいたしましたね。切ない歌ですね。高徳さんの歌です。この多分これ高徳さんが歌ってるのはないかったですね。 CD では多分なかったと思います。レコードあるかな、わからないですけど、うちの先生は歌ってますね。どの CD かな、あの女性の絵が描かれた多分あの赤い CD に入っていると思いますね。あの絵はうちの師匠が描いた絵みたいですね。うちの師匠はあのもしこの民謡世界に入ってきたら、入ってなかったら何してたんですかって聞いたことがあって、画家になろうと思っていたみたいですね。確かに字も達筆ですごく味のある習字の字をしてます。絵もね上手ですね。
やっぱり才能はどこかしらあるんですね。はい、リクエストアンマーから、サカボグラシまでお届けいたしました。ではまた曲いこうかなと思いますが、あ、これあるかな、あ、ないな、今うちの師匠の CD を見ていたんですけども、これいきましょうかね。僕もたまに歌います、好きな曲ですね。憧れの歌、もうね、戦時戦争が終わってもう焼け野原になってしまったね、そんなね、都会に行って、ね、この思いも忘れて都会に行っていい暮らしをしたいなっていうことをですね、歌詞に、綴られていますね。では憧れの歌、お聴きください。昔我が暮らし楽なくさばぬあとや何人ちりなさみ見るちこものなみだびけいなみだびけい傘あるうちに一筋いかな一筋いかな
はい、憧れの歌をお届けいたしました。ではまた時間がある限り、うちの師匠で行こうと思いますが、何がいいですかね。これ行きましょう。トンバラの国、では、お聞きください。あ、始まりました。どうぞ、トンバラの国。ちみやんぼたとき止まらなくに、そのまま八日の山まで行きます。どうぞ。はい、そのまま、ツアー光栄先生のだから8日なのでします。台湾頑張ってきますのでね、応援よろしくお願いします。またではまた来週会いましょう。バイ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 。帰ってこよう花。